二宮和成、ブラックペアン2狙える、ビバント。声数字を後押しする竹内龍馬、龍馬ヒョンと、キム・ムジュンのわちゃわちゃ沼。7月14日、二宮和成、41主演の日曜劇場、ブラックペアンシーズン2、TBS 系毎週夜9時の第2話が放送される。7日の初回の平均世帯視聴率が11.8%。すべてビデオリサーチ調べ。 関東地区と同枠の大ヒット作、ビバントの11.5%を超えたが、まだまだ数字の上積みが期待できそうだ。同ドラマは、小説家海道た氏のブレイズメス1990、スリジエセンター1991、講談社が原作のメディカルエンターテインメント。2018年に放送されたブラックペアンの続編で、 二宮は全シリーズの主人公都会聖二郎と売り二つで、人と金をもて遊ぶ悪魔と呼ばれる世界的天才外科外科医甘城幸彦を演じる。第一話は、心臓血管外科医津瀬良正史、竹内龍馬31話、東場大学医学部附属病院の病院長佐伯清志号、内野西洋55。 から、オーストラリアの学会に出席し、天城幸彦という医師に渡すよう、一通の手紙を預かる。セラは先輩医師の柿谷雄二内村遥か、39とともに都合するが、天城が学会をドタキャンして会えずじまい。落胆するセラは、天城を探し韓国から都合してきたという、医師で飲食店経営者のパクソヒョン、チェジュー49と、息子で研修医のミンジェ。 キムムジュン26に出会う。その後、3人はアマジョを見つけ、ソヒョンは彼に手術を依頼。するとアマジョは、全財産の半分をルーレットにかけることを手術の条件に出し、という展開。視聴者の X、旧ツイッター上の反響は、二宮和成さすがだわ。言ってることもやってることもやばいけど、圧倒的な凄さで全部を従わせていく。 まさに神に愛された悪魔、都会聖二郎には、憤りが見えた。天城幸彦には、寂しさが見えた。キャラは違えど、その奥底に眠る心の最も柔らかい部分を、二宮君は本当に丁寧に演じてくれた、などと絶賛の嵐。しかし、すごかったのは演者だけではなかったようだ。演者、演出、音楽、さらに美しい風景の海外ロケと、 全く隙のない出来で、高視聴率も納得できます。また今回の数字は、韓国俳優のチェジューとキム・ムジュンも影響していると思われます。普段は日曜劇場を見ない、二人のファンの流入は大きいのではないでしょうか。ドラマライター、山川。確かに X 上では、ムジュン君可愛い。日本語のセリフも上手かったし、 大粒の涙はさすが韓国俳優。もちろん自由様も素敵だったなど、彼らのファンとおもしき書き込みが、特に矛盾のファンが多そうだが、日本作品初出演の矛盾が、すっかり日本人キャストに溶け込んでいるように見えました。矛盾はインタビューで、竹内が現場で気を配ってくれると語っていて、彼を龍馬ひょヒョン兄さんと呼んでいるとか、 天城に振り回される立場のセラ、竹内とミンジェ、矛盾の絡みは多くなりそうで、二人のわちゃわちゃでダブルの沼ができそうです。全道。ドラマの出来は文句なし。それにセラミンジェ沼が発生すれば、視聴率の伸びの大きな後押しになりそうだ。ビバンも豪華なキャストと海外ロケで素晴らしい出来だったが、若手イケメンによる沼はなかった。 それをも備えている新しいブラックペアン2に期待したい。